がれ炎組の剣ほれくらえ震えろ見つけたぞ折れたもう片方だ。まったく官兵とのやり取りに費やした時間が台無しだ。苦労して持ち出した財宝もなくしたし船も壊れた。蛇の目の旦那に知られたらただじゃ済まないだろうな。手元にあるのはこのくぐつぶしのみ。こいつも俺らもここから脱出することはできないだろうな。この島、結構広いみたいだけど、どこから探せばいいんだ？アルベドお兄ちゃん！おーい！アルベドー！おや？旅人とパイモン？おお！いきなり後ろから現れた！アルベドお兄ちゃん！クレイ、それにみんな。僕が予想した時間通り、ここに来てくれたようだね。俺たちを隣の島に置き去りにしてくれたこと、礼を言うぜ。どういたしまして。話し合いが好きなようだったから、二人きりの場を提供したまでさ。アルベドはどうしてここに？手紙をもらったんだ。ここに来る途中、全員で情報共有し合ったんだが、俺を含めこの島に来た4人とも謎の手紙を受け取ってるんだ。署名はドド大魔王。お前の口から言うと違和感しかないな。手紙の内容はそれぞれ違ったが、共通してこの島のことを指していた。僕のはシンプルだったよ。妹のクレイは預かった。会いたければ金リンゴ群島に来い。完全に脅迫状じゃないか。そうだ。明らかに僕を脅迫している。俺のは大した内容じゃなかったぜ。ナンパした海賊船が無人島にある。数えきれないほどの財宝と世にも珍しい花瓶がそこに。どうやら祖父から遺伝したこの眼帯のことがバレてるみたいだな。ガイアのやつ、またでたらめってる。僕の旦那は？無人島にアビス教団の拠点あり、急を要する。見事なまでの対応だな。なんだか変だな。一人一人に合った内容の手紙を送るなんて。そもそも大魔王がみんなを呼んだ理由は何なんだ？ああ、この件には不審な点が多すぎる。僕は最初からこの手紙のことなど信じていない。そう、俺たちみたいな現実主義の大人はただ事実確認のためだけに来たんだよ。そうだ、レザーも手紙をもらったんだよね。ああ、ただ字が読めないから通りがかりの猫耳おじさんに読んでもらったらしいぜ。通りがかりの猫耳おじさん。あ、その人ならオイラも知ってるぞ。ドラフだな。レザーの手紙も簡単なものだった。赤い熱い女の子が島に行った。友達の助けが必要。手紙が他の人にも届いたと聞いてすぐに怪しいと思った。大魔王なんているわけがない。これにはきっと何か裏があるんだろう。ここに来たのはその企みを潰すためだ。そんなことない。大魔王はいるよ。ドド大魔王は実在する大魔王なんだよ。ああ。レザーは何かに吸い寄せられたかのように竜の背中から飛び降りた。この島は僕が先ほど調べた。レザーの足跡も船の痕跡もない。飛び降りた時の位置から推測するに、この島でなければ残りはあそこしかないだろう。すでに行ったことがあるのかい？昨日行ったんだ。でもあそこには変なからくりしかなかったぞ。ジン団長が言うには稲妻から来たものらしいけど。もしかしてレザーの目的はそれか？みんなもう一度あそこに行って確かめてみよう。ら出かけるの？任せて。そっち行く。レザー、無事か？怪我はない？治療は必要？大丈夫。平気。匂いがした。これ、やる。なんだこれ。機械の部品？匂い。手紙と同じ。確か手紙から変わった匂いがするとレザーが言っていたな。レザーは鼻が利くからな。まさかこれも計算のうちってことはないよな、魔王。うん、これとあれ同じ匂い。ん？この小さいのをあの人に入れる。彼ら同じ。やる。ああ、俺よくわからない。お前信じる。安心。うん、クレイも栄誉騎士のお兄ちゃんを信じてるよ。待った、慎重に考えろ。部品を入れたら何か起きるかもしれない。この稲妻のからくりも魔王が用意したものだろう。おそらく起動する以外に先に進む方法はないんじゃないか。これで魔王が目覚めるのかな。戦う準備をしておこう。用心しろよ、旅人。魔王と会うのがクレイの願いだ。オイラたちはその願いを叶えるために来たんだもんな。うさぎ伯爵出撃。いや、こちら。もう逃げ道はないよ。塵となれ。であっ、頼んだわよ。と疲れた。へっへっはっ、落ちろ。震えろ。ちょっとビリビリさせないと。これはお仕置きよ。そんな乱暴はやめて。準備できたかな。元気出してよ。やみつきにならないでね。百発百中。これは水晶か？僕をこうも信頼してくれているとはね。ただ水晶の前にまずはそのからくりについて説明しよう。みんなの推測通り、あの稲妻の巨人は人間を模して作られたからくりだ。戦闘用なのか？遺跡守衛と似てたよな。おそらくね。相当の戦闘力を持っていたが、指揮系統が壊れていたんだろう。だから無差別に攻撃してきた。外見的特徴からして稲妻のものでまず間違いない。だが私の知る限り、稲妻は現在鎖国中のはずだ。このような巨大な機械をどうやって運び出したというのだ？その質問はこの島にいた人に問うしかないね。人？みんなのことだ。もう気づいているだろう。今は無人島だが、ここ一帯には人間の痕跡がある。僕が思うに、この島にはもともと誰かが住んでいた。しかしそれは原住民というわけではなく、外から来た何者かであった可能性が高い。その外来者たちは長い時間をかけて群島から脱出する方法を見つけたのだろう。その結果、今この島には誰もいない。代わりに痕跡があちこちに残っているというわけだ。そしてその水晶は希少な鉱石で作られた結晶体だね。光を透過するということは、何か特別な使い道があるのかもしれない。この付近で積み重ねられた石と花を見かけたんだけど、それも何か関係があるのか？聞いた感じ、誰かがからくりを弔っているようだが。うん、でも私が見たところ、なんというか誰かが感謝の気持ちから祀ってるみたいだった。なるほど。みんなは一体どのような人物がこのからくりを祀ったんだと思う？恩恵を受けたからこそ感謝する。だからうまみがあった人の行いだと思うぜ。からくりがここで外来者と一緒に暮らしていたならわからなくもない。まあこれはあくまで僕の推測に過ぎないが。一緒に暮らしてた、壊れてしまう前に一体何があったんだろう。ここはヒルチャールが頻繁に現れる。このからくりが無差別に攻撃したおかげで、ヒルチャールが退治され人々を守ったんじゃないか。面白い偶然だな。だが推測の域を出はしない。真実の物語を知るにはもっと証拠が必要そうだ。ああ、ガイアの言う通り証拠が不足している。後ほど辺りを探索することにしよう。ひとまず今は目の前の問題を片付けるのが先決だ。あ、またお手紙だ。きっとトド大魔王からだよ。手紙？早く読んでみてくれ。神秘の魔王、神秘の魔王、南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。ここまでおいで。新しいヒントだろうか。何を意味してるんだろう。さっきの水晶と関係があるのかな。それに南西の島っていうのはどれのことを指してるんだろうな。立ったまま考えるより足で調査した方がいいだろう。でもここの島は全部歩き回ったぞ。気になるところなんて。うんうん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。クレン、また一人で勝手に歩き回ったのか？あう、ごめんなさい。クレンはただ。変な装置に触れさえしなければいい。ここが開けた場所だとしても一人で行動するのは危険だ。クレン、次どこかに行きたい時は私たちを呼ぶんだぞ。いいの？でもジン団長は忙しいでしょ。構わない。うん、わかった。相変わらず真面目だな。ジン団長、クレイの保護者みたいだな。それ、俺も同感だ。ガイア。悪い悪い、つい代理団長をからかってしまった。さて旅人、あっちの方を探索してみようぜ。開けたな。魚の様子を見に行こうぜ。まずはみんなと合流しよう。夜が明けたな。魚の様子を見に行こうぜ。まずはみんなと合流しよう。予想通りだ。水晶に引き寄せられている。お魚だ。捕まえよう。ああ、待った待った。クレイは爆弾で魚を丸焼きにしちゃうかもしれない。ここはオイラたちで魚を捕まえよう。こういうことはオイラたち慣れっこだからな。これで鱗を全部手に入れたな。お兄ちゃん、鱗を置くの？クレイ、手が届かない。うん。でも、こういうのよくわからない。クレイの代わりに置いてくれる？クレイ信じてるから。じゃあ、鱗はオイラたちが置くから、最後のスイッチはクレイが押してくれ。うん、わかった。やっとドド大魔王に会える。正体を見せてもらうよ。クレイ、すごく楽しんでるな。栄養騎士のお兄ちゃん、頑張ってね。クレイ、応援してるよ。次はクレイの番だね。ああ、スイッチはクレイに任せたぞ。やったー。お？うん、わかった。うしたの？クレイ、なんだか緊張してきちゃった。もし本当にドド大魔王がこの先にいたらどうしよう。もしドド大魔王がクレイを認めてくれなかったら、クレイがドド大魔王に負けたら。負けたらドド子と一緒にいられなくなる。ママを悲しませちゃうかも。ドド子はママがくれた大切なお友達なのに怖くて押せないやっぱり栄誉騎士のお兄ちゃんが押して。どうして？そうだ、みんなクレイのことを守る。ああ、これだけの精鋭が揃ってるしな。どんな敵が出てきたとしても俺たちがいれば怖くないさ。ちょうどこの島の敵がどれほど強いのか戦ってみたかったところだ。行こう。俺もそばにいる。みんなそんなこと言って。ドド大魔王はただ話をしたいだけかもしれないよ。それにもしかしたら今はもうクレイのこと認めてるかも。そうなの？僕もそう思う。クレイはここまで頑張った。大したものだよ。本当？うん、わかった。じゃあクレイ押すね。スイッチポチッ。ほう。これは一体何が？島全体がエネルギーの層に包まれた。まるで巨大な箱の中に閉じ込められたみたい。あそこに何かあるようだ。見に行かなくていいのかい？うん、見に行こう。やっと来たね。悪しき炎の娘、待ちくたびれたよ。本当にもう。よくもこのドド一族の統治者たるドド大魔王様に歯向かったね。その勇気褒めてあげる。けど残念、これでおしまいだ。ってドド大魔王はこの私クレイちゃんのママアリスだから。えママ？アリスって、あのテイワと観光ガイドを描いた人か？クレイ、そしてこの島まで付き添ってくれた人たち、どうも。どう？この島の海は楽しめた？照りつける夏の太陽と砂浜、なかなかのバカンスだったでしょ。ああ、探しても無駄だよ。私はここにいないから。今話してるのは私が発明したアリスレコーダー。ママの愛を記録して伝えるための機械だよ。ほう、なるほどな。うん、まさか驚かせちゃってるかな。ごめんね。うちのクレイはおもちゃが大好きだからさ。ママとしてそういった気持ちには応えてあげなくちゃと思って。おもちゃってレベルなものじゃないだろ。みんなと会えないのは残念だけど、遠くからみんなのこと見守ってるからね。これまで通り。まさかアリスさんがこの件に絡んでいたとは。これは私も予想外だ。みんな不思議に思ってるよね。どうしてこんな遠く離れた場所にわざわざ仕掛けを作ったのか。それはね、私がその島を気に入ったから。その島の遺跡や景色がすごく素敵だったから、この喜びをみんなと分かち合いたかったの。だからいろいろと仕掛けを作ったんだ。クレイのママもかなり自由人だな。あれ、今誰か私の悪口を言ったでしょう。言ってないぞ。こっちの声が聞こえてるのか。いや、このくらいアリスさんならたやすいことだろう。どういう意味だ。クレイの母親は神秘的な力を持つ万能なる魔女。驚くことはない。彼女はこういう人なんだ。さてさて、今は手紙のことや船のことを考えてるのかな。あと不評とエネルギーの層のことも。まあ正直言うと私もやりすぎたかなって思ってるんだ。でもみんなを集めるにはこうするしかなかったからさ。それにその島にはいろいろな物語が隠されてる。かつて暮らしていた人たちの痕跡、ナンパした船、謎の機械とかね。利用しないともったいないでしょ。さてさて、手紙を受け取った人は全員いるよね。ガイアさん、リルクさん、レザーちゃん、ジンさん、バーバラさん。最後は頼もしくて頭のいいアルベドちゃん。そして謎の旅人とその仲間パイモン。あなたたちは私がクレイのために招待した大切な客人。クレイに素晴らしいひと夏をもたらしてくれてありがとう。島のすべては私からのプレゼントだよ。あなたたちがこの録音を聞いてる頃、私はどこか他のところを旅してるだろうね。旅から旅の生活は慌ただしいけど楽しいよ。これはそこにいる旅人もよく知ってるよね。アリスさん、忙しくてクレイと一緒にいられないから、きっとこんなことを。違うよ。ママはずっとこうなの。もし今、この一件のことを深く考えていたら、一言言わせて。私がモンドを気に入ったのは、自由が私たち親子の望みだから。私はただクレイが好奇心と善意ある人に成長してほしいだけ。クレイの望むままに何でもできて、どこにでも行ける。そんな子に育ってほしいの。なるほど、確かにアリスさんらしい考えだ。申し訳ない、誤解していたようだ。なんかいいママだな。うん、クレイのママは世界一のママだよ。ママ、クレイはね、お魚をとって船に乗って泳いでいっぱいいっぱい遊んだんだ。みんなクレイにとっても優しくて、いつも助けてくれるな。今度はママも一緒に来て遊ぼうね。親子揃って自由なエルフだぜ。夏、そういえば私がその島に行った時もちょうど夏だったな。砂浜に腰を下ろして波の音に耳を傾けていたら、クレイとの思い出がよみがえってきてね。クレイ、あなたは夏に生まれた子。海と風の祝福。ママの子供として生まれてきてくれてありがとう。ママね、ずっとクレイにプレゼントを贈りたかったんだ。だからこの島を利用したの。古びた遺跡を夏の楽園にして、ドド大魔王の名を借りて招待状を送った。異世界の伝説に金リンゴって呼ばれる奇跡の島があるんだ。その島はいろいろな名前で呼ばれていて、人々の美しい夢が詰まってる場所なの。ママはこの伝説が好きでね、このお話と同じような素敵な思い出をクレイに作ってあげたかったんだ。だからこれはクレイへのプレゼント。青い海、真珠のように輝く砂浜、不思議な楽園、それとクレイを愛する人たち。それで3つの水晶だったんだね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。アリスさんにとってこの群島が4つ目の水晶なんだろう。海の真ん中に位置する緑に覆われたエメラルド、夏の水晶というわけだ。クレイもママも普通の人より長生きする種族。私たちにとって時間は風のようにあっという間に吹き抜けてしまう。この長い命の中で、親という存在は子供の人生のほんの一部でしかない。たとえ離れたくなくとも、いずれ自分の道を歩み始めることになる。クレイ、ママはずっとクレイを愛してるよ。でもママ以外にもたくさんの人がクレイのそばにいる。お友達や先生、不審がりながらもクレイのために島に残ってくれた人たち。この夏はみんなのもの。たとえ生活がどんなに変わろうとも、何が起きようとも、夏は消えない。人の愛のようにね。これからの人生、何があっても忘れないでほしい。この世にクレイを愛する人がたくさんいるってこと。あ、そうそう、アルベドお兄ちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。ママ、定期的に様子を見に行くから。実はたまにこっそりとモンドに帰ってるんだよ。まだ誰にもバレてないみたいだけどアリスさん、相変わらずのようだ。もしかしてアルベド、最初から気づいてたのか。ん？そろそろ時間だね。お話はここまでにしよっか。ああ、そうそう。私が苦労して作ったこの楽園、思う存分楽しんでいってね。それじゃあみんなグレー、バイバーイ。ママ、バイバーイ。ふふ、大魔王はママだったんだ。クレー、なんだか嬉しいな。モンドの正門を解かしたママも、反省室に閉じ込められたママも、変な手紙書いてくれるママも、クレー大好き。そんなことないよ。ママはすっごい大魔女だから、いつでもクレーと一緒なの。だから寂しくない。クレー、世界で一番ママが好き。英雄騎士のお兄ちゃんはクレーのこと好き？クレーも大好き。ここでクレーと一緒に遊んでくれる？じゃないとここを頑張って作ったママが悲しむから。まだボンボン爆弾がいっぱい残ってるの。それにドドコもいるよ。一緒に泳いでお魚をドカーンしよう。クレーと一緒だといつも楽しいな。ねえ、早く。クレーが待ってるみたいだ。オイラたちも行こうぜ。